総一郎さんといえば朝まで生テレビ、他にもジャーナリストとしてたくさんの番組に出られていらっしゃいますけども、かつては伝説のテレビマンということで、もう今では考えられないようなすごい体当たり取材をされてきた方です。ずっとジャーナリストをされてますけど、その前のディレクター時代ってのは今から何年ぐらい前なんですか？50年以上前でしょうね。50年以上。皆さんこれね、これから話すこと本当にあった話で、作り話ではありませんので。全裸結婚式これはどういうことですか？当時 の、 その、ね、はい、テレビ東京は、はい、日本テレビが、はい、TBS やフジテレビが、はい、作れない番組、はい、要するに危ない番組問題になる番組、はい、これやろうと、はい、それで作品番組になるわけ。この全裸結婚式っていうのはどういうことですか？はい、これは当時の全共闘のグループが仲間同士の結婚すると、はい、で、その結婚式を取材することだった、はい、そしたら奥さんは全教徒仲間同士と、みんなとどうも交わるらしいの、セックス、で、全員裸になった。で、撮る側のスタッフも全部裸になれ。それでみんな裸になった、はい、奥さんもね。撮る方ももちろん嫌じゃなかった。だって撮らなきゃしょうがないからで、裸になったら、女性が、まず最初、ディレクターとセックスしたい。はい、しなければ、取材できない。しょうがないね。で、やりましたよ。みんなが見てるところ。はい、で、それを撮影して、オンエアでもそこを映しましたよ。僕が、女性の上に乗っかってるところ。それも出したんですか？うん。で、それは大成功だったんですか？いや、だからそれで撮影できました。はい。で、番組の視聴率とかよかった、うん、取材、ニュージャージー、はい、マフィアに取材されましたけども、うん、マフィアのこのクラブ、はい、まあ、あの酒場ね、では公然と賭博が行われ、博打で犯罪者がいろいろ出入りして、はい、犯罪を犯して刑務所行くことになった若いのがいて、はい、男の人ですか？うん、でも軍隊へ志願すれば刑務所行かなくていいと、はい、いうことがいて、はい、これ取材したってのはね、じゃあ取材を OK する代わりに、はい、みんなの前で、ボーディングのね、マットの上でセックスしようと。マットですか？やりました。ちゃんとできるんですか？緊張してできないってことないんですか？いや、だからこれは帝都の取材っていうのは、チーム作りの取材だったからね、はい、そうですよね。警察官もいたんですよね、で警察もマフィアとつるんでんだよ。でもそういうところでちゃんとできちゃうっていうのがすごいですよね。面白いじゃないですかもう一つちょっと27年間不倫、はい、これはね、当時日本テレビのアナウンサーだった、はい、村上社長っていて、非常に気が合うことが分かった、お互いに、はい、実は僕はその女房はもう愛してたんだけど、はい、女房は実は僕の仕事にはあんまり関心がなかったので、彼女は仕事に非常に関心があるし、非常に面白い、はい、いろんなことを相談するようになって、ウーマンリブの運動をやることになったこのあたりから、だんだん不倫になっていくね。やっぱり、いや、僕らの世代はね、男は女房、子供をちゃんと満足に生活させなきゃいけないってのがあったからね、はいはい、そういう関係ずっと続けられて、その方とまた後に結婚されるんですよね、はい、女房亡くなって5年目に結婚する、はい、2人とも癌で亡くなるね。あの、お二人とも病気で亡くしてしまうってかなりショックじゃないですかね。どうやって立ち直られていったんですか？やっぱり仕事だったからでしょうね。仕事ですか、うん、27年間待たせた2度目の奥様に対しては結婚してほしいっていうふうに言われたことなかったんですか？それはね、できないと思ってました。へえ、じゃあ言われたことなかった、ね、ああ、そうなんですか。じゃあずっと愛人、そこには、はい、最後にどうしようもなければ真珠かなと思ってました。熱い方ですね。朝生見てて感じるんですけど、三浦瑠麗さんお好きでしょ？まあ、いや、その要するに
あの魅力はあると思う。ゆうやさんの時だけはちゃんと話を聞いて口挟まないし、 それからゆうやさんどう思うってこう優しい、美人に弱いのかなとか思って大体女性には弱いんですよ。最近のウクライナとロシアの戦争についてはどうお考えですか？これ日本ではね、プーチンが悪いともっぱい言われてる。言われてます。アメリカはもう大誤算がある。まさかプーチンのロシアがウクライナを攻めると全く思ってなかったんだね。でバイデンがそれより心配なのは、バイデンの支持率が 40% 来てんだよ、このままいくと秋の中間選挙で共和党に負けるんだよ。もしもこのね、中間選挙でバイデンが大敗したら、大統領選挙共和党になる可能性がある。これを一番歓迎するのはプーチンだよね。だからトランプと普通に仲いいんだもん、この辺も問題です。ずっとガン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 ともう熱血でずっと来られましたけども、もしも卒業されるってことがあればどういう時だと思いますか？それだから局がね、やめてくれって言えばやめられないし、今思ってるのはね、朝間の最中に、ただ静かになった、よく見たら死んでいた。やっぱり、ね、そう来るかなとか思ったんです朝生かなと思ったんですよ。朝生のプロデューサーは、それやめてくれと終わってご苦労さんと言ってから死んでくれってお仕事でもすごく楽しそうですね。本当に楽しい、だからね、仕事に対してはストレスが全くありません、